皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。今日は7月の、ポムについて話したいと思います。7月のポムは、5mm の、これ今 15mm ですけど、 5mm のウィンターグリーンがいただけるんですよね。あの、私ちっちゃいの好きなんかこれあのすごい楽しみにしてるんですね。で、15mm だと4100円ぐらいするので、あの、まあ、結構ね、こう、まあ、1000円ちょっとぐらいするので、あの、ポムがそれぐらいもらえるのはすごく嬉しいなと思っています。で、ウィンターグリーンの香りが、ちょっと、なんか、うん、私は、ちょっとルートビア、そうだね。なんか、ルートビア好き、香りが好きなんですけど、うんうん、あのまあルートビア知ってる人いるかな沖縄の人はいっぱい、ね、知ってるけど、あのそういう香りがします。でこれはそうですね、あのなんだっけ、あれに入ってます、ディープブルー。あー、ディープブルーにも入ってますし、パステンタスにも入っているので、うん、あの皆さん、あのちょっと想像してほしいです。どんな時に使えばいいかっていうのを、うん、その単体だと、あ、こういう時に使えばいいなっていうのをね、あの、まあ、予測して使っていただければと思うんですけれども特徴としては、運動後のセルフマッサージに使用すると、ほんのりとした温かみで心身を癒してくれます、うん、っていうことで、で、その香りが気分を高めて前向きにしてくれる、あ、なんかいい香りだな、よし頑張ろうみたいな、うん、なんかそういう時にも、あ、確かになんか好きな香りだから、私にとってはだからそういう時も使えるかなって思います。基本的にはあの塗るとか香るっていうことで使ってあのいきます。で、ウィンターグリーンっていうのは、あの血を這うように育ったあのツツジ科の、あの常用の、あの低い木の葉っぱから抽出されるものだそうです。あのウィンターグリーンといえば、あのドテラはとても有名で、高インパクトソーシングが、あのネパールの、ね、うん、あのことをね、あの話すことがね、たくさんあると思うんですけど、この、主な成分としてはサリチル酸メチルっていう、よくまあ聞くと思うんですけど、うん、あのその成分が主成分として入ってて、うん、ドテラのウェブだとこういう、あのなんですかね、表というか、ね、図が出てきて、ここに主成分、あのまあ、シングルオイルなのね、主成分このサリチル酸メチルっていうんで、癒しって書いてあるので、あのいろんな癒しにあの使うことができると思います。で、ネパールで、このネパールっていうのは女性が働くところがあんまり一般的にないので、うん、あの高インパクトソーシングとしてドテラがあの取り組んでいて、この収穫を女性の方たちがあのできるように、あの収穫をして雇用を生み出すことができるようにあのしています。で、この15ミリのウィンターグリーンを作るために、葉っぱ何キロぐらい、何キロ、10キロ、あー、ちょっと多すぎる、あ、多すぎるあの 2.3 キログラムで15ミリが作れるらしいんですけれども、で、この背中にね、背負って、うん、よくあるよね、なんかこのカゴ、カゴ、大きいカゴ、そうそう、で、その、額の周りにストラップをつけて、あの、カゴに入れて運ぶらしいですよね、うん、で、ウィンターグリーン の、 あの葉っぱのバスケット一つ分の重さは50キロになる。それ私より重いんだそれ首で支えて背中に持ってる、そうそう、頭、額にして、で、それも、しかも、なんか、山道とかすごいらしくて。そうだよね。あの、ね、舗装されてないガタガタの、しかも登り坂。そう、すごい、そう、行くらしいです。だから、あの、本当にこれを、あの、見ると、その、ネパールの人たちの、この情景、思い浮かべると、本当になんか感謝しながら、一滴一滴使いたいなと思っています。で、これは、あの、バーチ。バーチって、すごく、その、うん、なんだろう、希少で、あの多分通常販売されていないと思うんですけど、バーチと並び天然のサリチル酸メチルを含む希少
数少ない植物の一つ。なるほど。だそうです。だからバッチとちょっと香り似てるんだ。そうですそうね、うん。で、これはスキンクリームやトリートメントオイルに用いられて、で、歯磨き粉などの香料としても使用されるって知ってた。面白いなかった。なんか、歯磨き粉っていうイメージがなかったので、全然なかったね。まあ、香料なので、たくさん入れてるわけではないかもしれないんですけど、あ、なるほどと思って。はい。で、ディフューズすれば、すっきりと、すがすがしい香りが気分を高め、活力を与えてくれます。っていうことで、はい。で、忙しい時には、こう、オイルをね、手にやって、こう、深く吸い込んで、やる気を出したりとかっていう使い方もあって、うん、あんまりなんか、ただ塗るっていうことしか私多分やってないので。そうですね。うん。だから、なんか、こうやって使うのもあれなんだな、うん、ディフューズしたりとか、うん、であとはお風呂のリラックスにバスタブに1、2滴入れても使ってくださいって一応書いてあるんですよね、うん、それも本当になんかあんまりやったことなかったんで、うん、ちょっと試してみたいですね、うん、はい。であとはスキンケア、さっき言ったスキンケアに、うん、製品に入れて、そしてココナッツオイルで気になる部分に塗布するのもいいですよっていうふうに、うん、書いてます。はい。なのでなんかウィンターグリーン私はめちゃくちゃ楽しみにしています、うん、私の大好きな話の中でネパールの人たちはすごく、まあ、貧困で苦しんでいたりとか、インドとかね、いろんなところに出稼ぎに行く、うん、でも出稼ぎに行った男性が帰ってこない、貧困なので、であるいは、そこで自殺しちゃうっていう人たちもたくさんいたみたいなんですよね、うん、で、ウィンターグリーンの葉っぱをたくさんですよ、1枚2枚とかじゃなくて、もうすごいものすごい量を食べると自殺できるみたいなのがあって、それでその地域では自殺する人たちがねいたけど、ドテラがそこで雇用を生み出すことによって、それ以来自殺者が本当にいなくなったっていう。そうだよね、うん、私本当にこの話が大好きで、なのでなんかね、時々やっぱりウィンターグリーンだけのオイルを買うっていうことがないかもしれないです。なぜかったらディープブルーとかに入っているので、うん、それの方が使いやすかったりする場合があるので、うん、でも改めてこのウィンターグリーンの話を聞くと、その一滴一滴の重みというか、うん、その背景をなんか考えながら、感謝しながら、ぜひ使いたいなって、うん、はい、はい、思います。だから、ぜひ、楽しみに、していただきたいと思います。そうですね。はい、今回のドテラパスポートプログラムの7月のね、ポムになってます、はい。はい。はい。いつもご視聴ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。では、また。